石浜城は中世の浅草付近にあった日本の城。石浜は浅草の北側にある古都根川右岸地域の古庄であり、この付近に武蔵国と下宇佐国の境目をつなぐ墨田の渡しがあったとされている。追記念時は不明であるが、中世には江戸市一族の石浜氏が本拠を構え、文奈元年には新田義雄の追撃を受けた足利高氏がこの地で、 武蔵平一期に迎えられて、追撃を退けている。室町時代中期の教徳の乱に伴って発生した、千葉市の内墳では、宗家の生き残りである、千葉み種が、下宇佐国を追われて、大木谷植杉家の肥後家に入り、石浜城を拠点とした。この際、弟の地種も赤塚城に逃れている。だが、下宇佐回復は達成できず、大木谷植杉家の没落後は、 後北上氏に従って、同志一族の千葉種村を当主に迎え、豊臣政権の小田原征伐によって没落、石浜城も廃城となった。極定馬勤の南宋里見八県殿に登場する。明治中期の松千山城の所在地については、関東大震災以前に台東区教場にあった総泉寺が、武蔵千葉市の菩提寺で、石浜城もその側にあったとされているが、 荒川区南千住の石浜神社付近にあったとする説と台東区浅草の本流院付近にあったとする説に分かれており、江戸時代以後の琴音川隅田川の流路の変化や都市化の進展によって付近の地形も大きく変わっており、遺構なども見つかっていない。新州荒川区市は石浜神社の神官が千葉市の一族であるかぶ市によって世襲されていることから、 前者の説を主張している。東京志士校は、石浜城の後今の金龍山にて、聖天宮なりとして本流院説を取り、第二本地名辞書、妨害ごと伝も校舎の説を載せている。中世を通じて、同一の場所に石浜城があったのか、また城そのものの規模についても、不明のままである。ありがとうございます。